こんにちは。こんにちは。スーパーライジン2を終えて、まあ、ちょっとまずアキラの試合から振り返っていきたいと思います。はい。まずアキラから。皆さん、昨日は応援ありがとうございました。そうですね、試合終わって率直な感想は、まあ、やっぱりムサイフ選手、本当に強かったです。世界トップの実力なんだなっていうのは本当に分かった試合でした、ね。まあ、でも本当にこうキングオブパンクラシストになってからの第一戦目だったんですけど、そこで負けてしまって、またパンクラスの顔に泥を塗る形になってしまって、本当申し訳なく思ってます。でもやってみて、まあ、結構周りの人が見たらボコボコにされてるだけに見えたかもしれないんですけど、自分の中ではチャンスが全くないわけじゃなくて、自分が勝つチャンスもあるようなところも、まあ、細かく見るとあったと思うので、それは自分の中でもすごい収穫で、まあ本当に世界トップに手が届かないっていう感じじゃなかったので、またそこを踏まえて、また基礎からやり直して、もっと強くなって、海外の選手倒せるようになって、マスターレフ選手にもリベンジをしたいと思うので、ここからまた頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい。今日珍しくいっぱい喋った。はい、そうですね。まあね、試合を終えて、作戦何だったのって、はい、前よく聞かれるんですけど、本当に、まあ、またなんかいろいろ言う人いると思うけど、もう試合展開ああなるだろうなっていうのは予想済みで、で、あの中で一発合わせるしかないよねっていう話でアキラと、はい、まあ、まとまって、で、まあ、それ失敗した時には大ダメージを負うし、まあ、成功しても大ダメージを負うしっていうところで、まあ、だけどそこの作戦かけるってことで2人で話し合って、はい、一発カウンター勝負っていうところに行きました。で、まあ細かい何を合わせるかっていうことまで言うとね、今後に響いてくるんでちょっとそこまで言えないですけど、まあもっと本当にガードが1枚挟んでいれば、はい、もっとしっかり拳が触れていれば、もう一個避けれていれば、もうちょっと位置取り丁寧にやっていればっていう、本当にやっぱ基礎をね、の大事さが、まあ、本人もすごい染みて分かってくれたみたいなので、はい、でも本当にアキラの言うように手の届かないところじゃないっていうのを本人の感覚でね思ってくれたんで、まあほとんどの方は応援してくれてると思いますけど、まあバカにするやつは分かりさせて、はい、ね、必ずねまた、はい、一から出直して世界をやっつけてやりましょう。はい。あの大ダメージを受けて翌日、はい、ちょろちょろ神田に出てくる、はい、足を引きずるでもなく、さっそうと現れる、はい、本当この頑丈な男はね、まだまだもう36歳、はい、そうです、36歳だけど、神田がなんだろうな、多分あと15年ぐらいできそうだね。頑張ります。本当に頑丈なんで、はい、フィジカルも衰えてないし、まあ、まだまだ返してください。はい、ぜひバナナクラブっていう、はい、個人スポンサーがあるんで、アキラぜひ応援してください。応援お願いします。はい。本当に応援ありがとうございました。ありがとうございました。熱が出た。お腹痛い。痛い。怪我した。ボキって言った。さまざまな症状に親身になって診療いたします。お気軽にお問い合わせください。武蔵村山斉藤クリニック男。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしく。